秋田大学の奥山です。どうぞよろしくお願いします。まず最初に私の方から ASL5000 とトゥルーベントを用いた人工呼吸器シミュレーションに関しての総論をお話しさせていただいて、次に菅から実際のシミュレーションの内容をお話しさせていただきます。医療におけるシミュレーション教育の対象を考えてみますと、医療行為の中でも治療成績を向上させる行為、患者の利益が多い行為というのは、広く普及する必要性がありますので、訓練実習の必要性が十分高いと思います。その中でも人体に対する影響が大きい侵襲的な医療行為や、実体験する機会が少ない行為は、初学者がオンザジョブで修練を行うことが難しいため、シミュレーターを用いたシミュレーションの必要性が必要となります。とすると、やはりシミュレーターを用いたシミュレーションというのは、初学者向けの需要が大変大きいと考えます。一方、熟練者はオンザジョブで自己研鑽が可能なので、必ずしもシミュレーターが必要という状況にはならないというふうに考えます。秋田大学のシミュレーションセンターでは、研修医に対するシミュレーション教育を定期的に行っております。その中でも私は救急エコー、外傷、心停止などといったシナリオシミュレーションに多く関わっています。このような経験の中から研修医に対するシミュレーション教育というのは非常に実践的で、研修医は意欲的に取り組み、そのため非常に効率的に知識と技術を習得していくというふうに実感しており、もっと活用したいというふうに考えておりました。研修医に対するシミュレーションをする題材として、どういうものかというところを考えたときに、私は救急と集中治療を担当していて、 ICU では人工呼吸器を行っていますけれども、人工呼吸器というのは診療科を問わず患者が重症化してしまった場合は必要になって、多くの医者が基本技術を習得しておくべきだというふうに考えますが、現在の初期臨床研修では、短期間の集中治療での研修では非常に、小さい、習熟するのは非常に困難だというふうに考えます。人工呼吸器のですね、シミュレーションをするにあたって、この人工呼吸器に関する、習熟がうまくいかない理由を考えてみました。事前に教科書を、参考書を読んで臨床研修に当たりますが、教科書を読んだだけでは実際のことが理解できないので曖昧な知識取得となってしまって、見よう見まねの実践で、理論に基づかない実践で、最終的な理解不足になっているというふうに考えました。そこで、初期臨床研修の実践の前に基礎理論をしっかり理解して、基本的な人工呼吸器設定法を訓練した上で、臨床実習にあたる。それによって、応用も可能になって適切な知識のや技術の習得につながるではないかというふうに考えました。このように人工呼吸器シミュレーションをやりたいなと思っていたところに、レールダルメディカルジャパンさんから ASL5000 というシミュレーターが出たというご紹介を受けました。で、この ASL5000 を使ったシミュレーションコースをやろうということを考えたときに、まず知識の取得として講義を行う、技術の取得としてタスクトレーニング、人工呼吸器の操作訓練を行う、技術と知識の統合としてシミュレーショントレーニングを行う、でこれはシナリオシミュレーションが望ましいだろうというふうに考えました。で、実際のコースでは講義を行い、ベネット980という人工呼吸器を使った技術習得のタスクトレーニングを行い、 ASL5000 とシムマン、ベネット980を使ったシミュレーション、シナリオシミュレーショントレーニングを行うというようなコースを開発しました。でコースの目標は研修医を対象としておりますので、患者に合わせ人工呼吸器の初期設定ができること、患者と人工呼吸器の非同調に気づくことができるというふうにいたしました。でまず第1回目は当教室で主催しました日本集中治療医学会の第3回東北支部学術集会をのハンズオンセミナーとして2019年の4月に開催しました。まずはじめに、この菅さんに講義をしてもらっ
で、右の図のようなセッティングで、ASL5000 とシグマ、ベネット980をつないだシミュレーションです。で、これが実際の場面ですけれども、受講者の方に、シナリオを提出して、提示して人工呼吸器を実際に操作して。で、人工呼吸器のグラフィックはプロジェクターで大写しにして、周りの方にも何が起こっているのかっていうのははっきり分かるようというふうにいたしました。で、それが、これが事後のアンケート結果ですが、参加者は左にあるように、医師や看護師、作業療法士、理学療法士、集中治療医学会に参加する方々になっています。で、結果はほとんどの方が、セミナーは役に立つ。期待度は満足した。他の方にもこのセミナーを進めたいというふうに大変好評な結果でした。自由記載の抜粋をします。抜粋ですが、まだ慣れてない部分もありますが、今日ので少し知識を得ることができましたとか、普段はあまり人工呼吸器に触れることができていなかったのでとても勉強になりました。症例ベースのセミナーで考えながら機器に触れながら実践的に学ぶことができた。実際に人工呼吸器の設定をすることがないので貴重な体験ができてよかったです。シミュレーターを用いて症例検討できてとても勉強になりました。実際に呼吸器を操作できてよかった。トラブルシューティングをもっとやりたかった。もう少し自分で触りたいと思いました。大変勉強になりました。というような、ご意見をいただきました。このご意見から、もっともっと触りたい、もっともっとシミュレーションしたい、もっと実践に、したいという意見から、人工呼吸器このシミュレーションセミナーを講義の時間を減らしてこれを事前学習 e ラーニングとして、実習の時間を増やそうと考えました。で、今回 TrueVent というアプリを紹介いただいたので人工呼吸器は1台しかありませんから、その人工呼吸器を設定する代わりに TrueVent で実際に設定をしてもらうというような企画をしました。トゥルーベント、後ほど菅の方から詳しい説明がありますが、このタブレットを使ったアプリであります。ASL5000 とシグマを用いたシミュレーションをやってみた結果、非常にハイフィデリティ、リアリティが高いために、受講者のモチベーションが上がります。で、さらに、モチベーションが高くいろいろこう考えながらやることから知識や技術の習得がかなり効果的にできると。で、効果的に知識の習得ができるのでさらにモチベーションが上がるというような相乗効果をもたらしているというふうに考えています。以上、私からのお話は終わりますが、このコースセミナー3回開催してますが、このレールドラメディカルジャパン株式会社の勝美様、浅野様、伊藤様には多大なご協力をいただいておりますし、コビディエンジャパン株式会社のメガ様には人工呼吸器の設定提供非常に大きな貢献をしていただいているので、この場を借りて感謝申し上げます。で、その他シミュレーション当院のシミュレーションセンター秋田医師総合支援センターの、こちらのものが一緒にセミナーを開発いたしました。ということで、私の方からは話を終わります。では引き続き菅の方から、実際の、コース内容を詳しくお話しさせていただきます。で、今回ですね、詳しく今奥山医師の方から、概論というか総論を話されましたけども、私の方からはこのように今回のシミュレーションコースの研修内容とその背景ということで、まあ、ASL5000 と TrueVent の効果的な使い方をちょっとしたコツ、まあ、本当に大したことじゃないんですけども、こういうことをすると効果的に使えるよというところを少しお話ししていきたいと思います。ASL5000 の説明です。こちらは、エルダルのホームページから持ってきたものなんですけども、どれが ASL5000 かというと、この箱の写真に向かって、箱のものですね、向かって右側のもの、これです。これを、ここに説明でありますけども、トレーニングを高い再現限度で行えるように設計された呼吸シミュレーター。で、これを活用することにより、どの人工呼吸器や換気モードを使っても遭遇する可能性のあるあらゆるという、すごいこの言葉がついてますけど、あらゆる呼吸状態シミュレーションが行えるというのが売りということになっております。で、これは今、視聴者の皆様を見ていて、いろんなこういうこともできないかな、こともできないかなっていう、そういう想像というか可能性がこういっぱいあると思うんですけども、とにかく可能性は素晴らしい。しかし、これをどうやって使えばいいのだろうかと、多機能であるがゆえに、どこを使うのかというのが悩ましいところだったりします。
で、これをどのように使うのかというと、やはり、このように、変な格好でシムマンが、ね、ありますけども、この ASL5000 とシムマンと、そしてこの、ベネット980というものを使った上で、先ほど奥山医師からもありましたけども、やはり普段患者さんについているものですから、気軽にできない設定変更がいろいろできるというのが、やはりこの、ASL5000 のいいところ。かつ、それが、シムマンの方にですね、いい具合にフィードバックされて、よりリアルな学習ができる。そして、リアルな学習はですね、トラブルもリアルに起こります。というようなことがありますから、いろんなことをトラブルに対して行うことができるというのが、この ASL5000 の売りだろうと、一番おいしいところだろうというふうに考えました。で次に、こちらのトゥルーベント、これもホームページから持ってきました。これもですね、トゥルーベントは人工呼吸器やシミュレーションなしで安全に換気管理を指導できる革新的なバーチャルアプリということになっております。でこれがあると、経験の浅い受講者でも操作に必要な基本スキルが簡単に習得できるというのが売りです。でこれも、いろんな可能性があります。でいろんな換気モードとか、そういうのがどこまで使えるのかとか、そんなこともいろいろ考えてしまいますけども、これをどういうふうに使えばいいんだろうか。革新的なですからね。まあ、間違いなく安全にできる。そして今流行りの iPad とかのアプリケーション。これは今の初学者というか、若い方々に非常に受け入れやすいということになると思います。で、これも、使い方を考えました。その結果ですね、さっきの言っていた ASL5000 は1台、まあ、大変高価なもので、基本的に何台もできるものではありませんから、なかなか難しい。ただ、このトゥルーベントに関してはタブレットさえあると、大人数で学習することができます。まあ、これも一応感染対策をしながら、学習したわけですけども、このようにタブレットの数と、学習者の数があればあるほど OK ということになります。効率がいい。そして、この機械というかアプリのいいところは、いろんなことができるんですけども、美味しいところはですね、換気モードの特徴。これは今画面は VCCMV とかありますけども、SIMV だとか、プレッシャーサポートの動きだとか、そのようなことを、グラフィックというのは結構、初学者というか、初学者じゃなくてもアレルギーというのは特に難しいですよね、グラフィック。何が起きてるんだろうかっていうところが、どのように動くのかっていうのが分かりやすいっていうのがトゥルーベントの美味しいところというふうに思っています。そしてさらに美味しいのが、オンラインでトゥルーベントを使って呼吸器の動きを学習することができます。で、今回は試みとして、まあ、シミュレーションセンターにはいろんな部屋がありますので、別の部屋でトゥルーベントを用意しまして、この2人は看護師なんですけども、この2人の看護師に学習してもらいました。で、トゥルーベントの部分は、この2人に操作して学習してもらい、シミュレーションのところはオンラインでというのはなかなか参加は難しいので、ズームで見学ということにしております。そして、先ほどスライドでありましたけども、呼吸器シミュレーションは事前学習、e ラーニングをしました。この内容はですね、YouTube で私が、吹き込んだものを動画で見てもらうという形にしております。そして、トゥルーベントを使って、ベネット980を使って ASL5000 シムマという形にしていくというふうになっています。で、これが一番あれかと思うんですけども、実際の内容に関してです。コースの目標は先ほどもありましたけども、患者に合わせて人工呼吸器の初期設定ができる。はい、初期設定というところと、患者と人工呼吸器の非同調。まあ、やはり非同調は患者さんの予後に影響をもたらすことが分かっていますから、ここを気づいて対応するというところが、コース目標ということになっています。で、今回、また、ただこう研修を作るだけでは、ちょっとこう悩ましいところがありましたので、研修の背景としてですね、インストラクションデザイン、ID の第一原理というものを活用させてもらいました。この、ID 第一原理というのは、まあ、効果的な学習理論を実現するための必要な要素を5つ示しています。すべてを入れるともちろん良い研修ということになるんですけども、まあ、何かどれかが入っているだけでも大外しの研修にはならないというふうに言われていまして、私もそれを理解して使っております。で、順番に行きますけども、問題ですね。現実に起こりそうな問題に挑戦するということで、学習者に対してですね、まあ、現実に起こりそうなんですから、どうだいと、こういう感じのことも日常でありますよねと。こういうのをできるようになりたいと思いませんかというふうに最初に、まあ、言葉があれですけど、挑発というか、
どうですかというようなことを課題とも言いますけど投げかけます。これが、今回のコースでは、まあ、ちょっとしたコツっていうふうに示してますけども、ありそうな導入として準備しております。ここにありますけども、あなたは研修医です。指導医はいますが、今日は忙しくあなたに任されることが多いです。朝9時から行っていた手術が終了しましたが、手術が長かったため、気管挿管、狭間を受けることになりましたと。で、呼吸器が準備されていない。で、指導医からは、ちょっと今行けないから、ガイドを見ながらですね、呼吸器の設定をしておいてと言われました。看護師からもやってくれるよねという無言のプレッシャーをかけてきますと。まあ、いろんな施設があって、人工呼吸器の設定を誰がするかというようなこともあったりするんですけども、まあ、それさておいて、研修医にありそうな感じの最初の導入を示しております。次に活性化ですけども、すでに知っている知識を動員してあげて、これってどう思いますって、皆さんどういうふうに持っている知識で対応したいと思いますかというのを、やっぱり投げかけてあげたいと思いました。なので、これがシナリオの一部、最初の一番目なんですけど、A さん、まあ、呼吸器、全身麻酔で呼吸器を使っているよと。で、初期設定をしてくださいという話で、この症例でアシストコントロールのボリュームコントロールで、やってくださいという指定があります。で、身長が、180センチ、体重80キロという人をどうしますかと。で、毎回計算してもらうのも大変なので、こんな感じ、180センチなので、計算をこっちでして、じゃあ、理想体重は75キロです。かける8をするので、600ミリリットルでボリュームコントロールで設定してください。最初なので、すごく簡単な、シナリオから始まっていくという感じになります。まあ、これは多分、設定してっていうことなので、タスクトレーニングとしておそらくやることができるだろうというふうになります。そして次に例示です。で、新しく学ぶ知識というのは、ただこう、講義形式で伝えるではなくて、例で示す、こういうふうに使うんですよというものを症例で示していくということが大事です。なので、下の方では医療と関係ありませんけれども、取扱説明書も全機能を説明するんではなくて、この機能はこういうふうに使えます。その結果、こういうふうなことがありますよということをおすすめというか、一部をどういうふうに使うのかという感じで知識を学んでいくというのが一つのコツだったりします。なので、そういう知識という点では、トゥルーベントがやはり最初に出てきますけども、トゥルーベントに関しては、全部で8シナリオ用意しました。まあ、シナリオといっても、まあ、タスクといってもいいかもしれませんけども、これも簡単なものからスモールステップでやろうというふうにしております。これがんで8つのシナリオになりますけども、使いながらいろんなことを覚えていく。毎回、はい、このボタンがこういうことですよということはしないで、こんな感じで使いながら覚えていきます。1番目は、ボリュームコントロールで1回換気量を設定するという、誰でもできそうなところから始まって、それを変更することによって、圧波形、流量波形、換気量波形はどうなっていくのかというのを、いろんなモードであったり、自発呼吸を得てくるどうだろうねというのを含めながらやっていきます。で、最後には、8つ目だけが、トラブルなんですけども、ミストリガーに気づくというところをやっていたりします。ただ、トゥルーベントは今のところですね、スポントというか、自発呼吸だけということができないので、そこにまだ至らないんですけども、この8シナリオをこなすことによって、どこを換気量をいじると、どのように波形が変わっていくのかというところであったり、そのような大事なところが、結構わかるようになるというふうになっています。続いて、これも先ほど気になった方もいるかもしれませんけども、目標のところでガイドを見ながら設定することができるというのがあったと思うんですけども、ちょっとしたコツです。これも呼吸器の難しいところは、機械によって、まあ、アプリケーションによってとも言いますけども、こう示している項目が違ったりします。設定項目がトゥルベントは TV ですけど、ベネット980 V であったりします。このあたりをいちいち覚えるのは大変なので、このガイドを見ながら、やっているうちに覚えてガイドいらなくなりますよねというような感じで作っています。で、設定する数値なんですけども、見てわかる方もいるかもしれませんが、初期設定なんですけども、これはエビデンスがあるものもないものもあります。なので、ただそこは迷わせてもいけませんので、今日はこの数字にしてくださいということで覚えてもらおうという工夫をしています。はい、続いて、で、また覚え方なんですけども、ただですね、トゥルーベントを使って、はい、1回換気600です、はい、よかったですね、だとちょっと意味がないので、覚え方としては、新しい概念をただ覚えるのではなくて、古い概念と比べる、人の頭ってこう無意識に前のものと比べたりして覚えるようにしています。例えば、まあそうですね、蘇生のアルゴリズムなんかも、
最初に覚えるのは、一番気になるところは、5年前のアルゴリズム、何が変わったんですかというようなところを最初に言ったりしますよね。というような感じで、とにかく何か比較して出すことが大事ということになりますので、これも、最初420で設定してもらって、次600にしてくださいとかっていうようにトゥルーベントでやっていくんですけども、トゥルーベントで前後を比較するというのはちょっと難しいので、スライドの方にこのように出して、420ではこうなる、600ではこうなるというのを比較しながら、プレゼンテーションをして覚えれるようにしていきます。そして、応用するチャンスも作らないといけません。研修中に得た知識を使って別の問題に挑戦する機会を意図的に作る。なので、トゥルーベントで行ったことを、ちょっと手を変え品を変え、SL5000 とシンマンの方でもやれるようにするということで、より一層学習効果が高まるという感じになります。なので、今回は SL5000 とシンマン、このベネット980のシナリオは10個用意しています。これもスモールステップで作ってますけども、これがその10個のシナリオになります。一番目は、まあ、トゥルーベントでもやったようなアシストコントの特徴等とありますけども、換気の決め方の学習で、徐々にこう、自発呼吸出てきて、もちろん、スポントの、設定の仕方というのをやりますし、7番目からは、7シナリオからはですね、トラブルシューティング、軌道閉塞から始まって、ARDS、そして CO2 をどこまで許容できるのかという問題と、緊張性機構の対応ということもしたりします。もうこれはもうシミュレーションのもう、一番おいしいところという感じがしますけども、実際このように、ただ換気量を設定するところから、今ここに刺してますけども、これは緊張性気胸の脱気をしているところですけども、こんな感じで、空気が抜けるとかっていうことも学ぶことができますから、ここ結構盛り上がるんですけども、本筋とは若干ずれるかもしれませんけども、こういうような面白さというか、おーみたいなのがあってもいいのかなというふうに設計しています。続いて、じゃあ、受講者の皆様はどうだったのかという話なんですけども、総論の方でも、かなり評判がいいというのは分かったと思うんですけども、じゃあ、学習意欲、モチベーションはいかがなのかということに、ちょっとスポットを当ててみました。学習者の、学習意欲のモデルで、アークスモデルというものがありますけども、こちらをですね、活用させてもらってアンケートを作りました。で、まあ、この点数に関してはあまり大きなところはないんですけども、何点満点として、まあ、なので 3.5 以上だと、その項目がいいのかなっていうふうに思ってるんですけども、研修6名対象として、まあ、注意、興味深かったですかっていうのは 6.7、関連性やりがありましたっていうのは 6.5、で自信どうですかっていうと 6.2、参加してよかったかで 6.7 というところで、かなり満足度というか、興味深い研修になったというふうに、私としては評価しています。自信が少ないのは、まあ、多数でも高いんですけども、やっぱりその実際の患者ではやっていない。そこで成功体験をするともっともっと、あ、これは呼吸器面白いなとかっていうふうに思ってもらえるんじゃないかなというふうに思っています。なので、先ほどのモチベーションでもこのように図がありましたけども、トゥルーベントを組み合わせた結果、この、良いサイクル、より、もっとこれがですね、ぐるぐる回って、いくんじゃないかなと思ってます。トゥルーベントを使って各その10シナリオですね、シミュレーションの方がもっとスムーズにこなせるようになった印象がありますので、すごく効果的だったんじゃないかなと思ってます。で、受講者のアンケート、トゥルーベントに関してですけども、まあ実際の機器に使用感が似ているということと、細かい設定、波形変化っていうのが見ることができた。まあ自由にいじれる。そこですよね。アプリでは好き勝手に冒険ができるなどですね。こんな感じでアンケートがありました。まあ、中には自分のタブレットにも入れたいとかっていうような、なんでしょう、さっきのサイクルじゃありませんけども、もう自分で学ぶんだということが、しっかり出てきているというような学習者もいて、私としてはいいなと思って見ているところです。そして、あとは、ナース2人、オンラインのアンケートですね、オンラインで、トゥルーベントを活用してどうだったかという話なんですけども、iPad を使用してみて、看護師はですね、やっぱり患者さんについている呼吸器をいろいろ変更したりとかってことできませんから、それをアプリケーションとはいえ、変化させることができたというのはすごく貴重な経験だった、面白かったようで、すごくいいことが書いていると。なので、看護師としてはトゥルーベントを使って、このようなどういう動きをするのかというのを学ぶことで、患者さんの非同調に関して、ここをこうした方がいいのになとか、っていうようなことも考えたりとかですね、いろんなことを学ぶことができたと思います。なので、
いいことばかり話していますけども、SL5000 とトリューレントの可能性はですね、無限大ではないかと、設計する人の腕次第という感じがありますので、ぜひお試しいただければなというふうに思います。私からは以上です。はい、先生ありがとうございました。ではこちらでですね、Q&A の時間の方に、移行したいかなと思うんですが、皆様からご質問等ございますでしょうか。チャットボックス、まあ、Q&A の方ですね、あちらのボックスの方に入れていただければと思います。今いくつかですね、来ているご質問をちょっと私読み上げますので、まあ、先生の方にお答えしていただこうかなと思います。まず1点目ですね、ALS の購入はまだ購入できておりませんと。トゥルーベントのアプリのみでも、まあ、人工呼吸器の基礎学習は十分学べそうですかというご質問が来ております。先生方いかがでしょうか。使い方次第だと思うんですけども、まあ、これは言ってもいいって言われてますけども、若干その自発呼吸が出た時の動きというか、というのがまだ、ちょっと完璧ではないところもあるんですが、先ほど説明でもありましたが、換気量を変えたり、休憩時間を変えたりすることによって、グラフィックがどのように変わっていくのか、なので、どこに注意すればいいのかというような学習はできるんじゃないかなというふうに思ってます。一人で学習するのは無理だと思うので、それを使ってインストラクションする仕方によるんじゃないかなと思います。そういう、その、トゥルベントを使った教育プログラムを構築して、その上でやるっていうのが必要かなと思います。ということはあれですよね、オンラインが強みですので、まあ、必ずしもその G 施設で指導しなくても、ノウハウを持っている人がやればいいということも考えることはできますよね。ありがとうございます。今ちょっとシナリオの件が出たので、それに関連する質問がですね、シナリオ作成がまあ難しいと感じておりますと、先生方が作成されたシナリオはまあ公開されたりする予定はありますかということですが、いかがでしょうか。どうですか、菅さん。返答に困っているんですけど。そうですね。どうすればいいんでしょうね。私から答えますと、シナリオ自体は大したことないんですよ。だからその初期設定をしてくださいっていう、体重何キロの人でとか、それだけなんで、難しいのは ASL5000 の、肺の状況とか呼吸の状況をどうするかとか、ASL5000 の状況セッティングとその自分たちがやりたいシミュレーションがうまく合うか、人工呼吸器との相性もあるので、そちらの方が難しいと思います。で、それに関して今回はコビディエンジャパンの皆さんにと、コビディエンとレールダルの皆さんに ご協力していただいて、いろいろ試行錯誤しながらやった。そこが問題だと思います。で、シナリオ自体は、多分あんまり大した凝ったシナリオではないので、お見せしても、あんまりこう、なんていうか、全然そんな、大層なものではないっていうふうに、考えていますが、どうですか、菅さん。はい。まあ、見れば、ああ、よくあるなっていうところなんですけど、ね、それに合わせて、呼吸器をそうどう変えていくのかっていう方、呼吸器じゃないな、SL5000 ですか、の方をどう変えていくのかっていうのは、確かに難しいかもしれないです。手探りで作っていったっていう感じもありますので。今ちょっと難しいお話がという話がちょっと出たので、まあ、それに関連するご質問で、まあ、この ALS5000 と、まあ、トゥルーベントをまあ活用されて今回のトレーニングをまあ考えられたということで、まあ、そこでまあ難しいと感じた部分ありますかという、まあ、先生方が今お話ししていただいた内容かなと思うんですが、今お話ししていただいた以外に、ちょっとこう、ちょっとチャレンジングなことだったり、まあ、難しかったなというのは、他にありますでしょうか。そうですね。トゥルーベントの話になったので、トゥルーベントがですね、まあその、なんて言えばいいんでしょうね。どこがいいところなのかと。で、どういう機能があるのかっていうのを、いろいろ試した上で作っていった
っていう感じになってます。なので、トゥルーイベントの機能を、今回のバージョンでは結構フルに使い切ったという感じがするんですけども、なので、ちゃんとした説明書とかっていうのが、こういうことできますっていうようなことがもっとあると使いやすいのかもしれないです。わかんないです。レルダルさんは、いや、持ってますって言うかもしれませんけども、うん、自分はそんな感じでしたね。やっぱりトゥルーベントは普通の元人工呼吸器とはちょっと癖が全く違うので、やっぱり リアリティはやっぱりちょっと落ちてしまいますから、やっぱそのこれをそのトゥルーベントを用いてどういう目標設定というのが 大切じゃないかな。でその目標設定をするっていうのを今回は菅さんが言ったように逆算して、こういう機能が使えるからこういう目標設定にしようっていう風な考え方にしたっていうことで、もっともっと動きもスムースになると、もっともっと使用そのできることは広がるんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。我々メーカーとしてもそういったお声をしっかり聞かせていただきながらですね、反映させていただきたいなとは思っておりますので、はい。一応Q&A の方はこちらの方で今はおしまいですので、先生方からですね、最後に今回視聴者の方々はですね、今臨床だったりですとか、今現場の方でですかね、人工呼吸器、弊社のこういった製品等を活用して、トレーニングを、ご検討されていらっしゃる視聴者の方々かなと思いますので、そういった方々の、視聴者の方々にですね、先生方から最後に、一言ずつ、どういったご意見というか、アイデアでも構いませんので、頂戴いただければなと思います。いろんな研修があって、いろいろ挑戦してるのは、すごく全国どこも同じだと思うんですけども、可能であれば、やりっぱなしの研修にしないで、このようなシミュレーションをした後に、学習者がどのような経験をしたりとかしてるのかっていうのを、可能であれば追っかけていったり、そのようなことをして、自分のしたことがですね、ちゃんと、できてるなとか、ちょっと足りなかったなとかっていうようなことをやっていって、持続的にお互いに学ぶ方も教える方も楽しく、そんなことができればいいかなというふうに、一言というか、なんというか、思った次第であります。私の感想としては、この ASL5000 とシグマン組み合わせたシミュレーション、むちゃくちゃいいと思います。今までな人工呼吸器の設定を変えた瞬間に、それに合わせて呼吸 その換気量が変わるとかですね、リアルタイムにその実臨床に近い形で自分がやったことのフィードバックが受けられるっていうのは、むちゃくちゃいいと思うんです。で、この ASL5000 の設定次第では、その起動抵抗が高いとか、肺が硬くてコンプライアンスが硬いとか、一方逆には呼吸努力が強いとか、いろんなパターン を再現できているので、これは本当に人工呼吸器 の学習をする上ではむちゃくちゃいいシステムになっていると思います。一方ですね、先ほど言ったように微妙な調整が難しいということと、かなり大掛かりモニターをセッティングしてシグマンをつけて人工呼吸器をそれにつないで、準備としてはかなり大掛かりになるので、毎日ちょこちょこそのシミュレーション練習するというわけにもいかないので、そこが問題かなというふうに思います。なので、非常に大きな労力を必要とするコースシミュレーションになるけれども、リアリティが高い、ハイフィディリティで、非常にその学習効果は高くて、もっともっと活用したいと思います。でも、それなりの調整もなかなか難しくて、コースセッティングはそれなりに労力を必要です。っていうようなところを感じています。はい、先生、ありがとうございます。今回の先生方にお使いいただいていた製品というのはまだ出たてというところもありまして、いろんなチャレンジングなところあるかと思います。我々の方もそういったところも先生方からのフィードバックいただきながらですね、今後サポートに努めていきたいと思います。
本日はですね、先生方、本当にお忙しい時に、お時間頂戴して、こういった、機会を皆さんに提供していただきまして、誠にありがとうございました。最後にですね、本日のお話を聞かれた皆様、視聴者の方々ですね、ご質問等々、また、あるようであれば、この後、ちょっと画面に出させていただきます。メールアドレスの方に、ご連絡いただければですね、改めまして、我々の方からもご連絡の方を差し上げたいと思います。では、奥山先生、菅先生、本日、誠にありがとうございました。また、こういった機会、2月にも別の製品の方、機会を用意しておりますので、そちらの方もお時間ありましたら、皆様ご参加いただければと思います。本日、ありがとうございました。